しつこいんだからもう。それじゃあ失礼します。千吉さん。あの旦那確か備前屋、あの海鮮丼屋のか。間違いない。前に一度お座敷に呼ばれたことがあるのけど、千吉ちゃんなんだってまた海鮮丼屋の備前屋なんかと会ってたんだろうね。それが不思議なのよね。確かに妙な取り合わせだな。